い、どうもヒーローゆうきです。ダイストリーナです。今日は北海道キャンピングカーショーに来てます。アクセス札幌が会場です。こちらバンテックさんのブース見ていきましょう。はい、行ってみましょう。ミリミリランド。はい、バンテックさんのブース、キャブコンがね、ここずらーっと並んでてすっごいかっこいいんですよ。じゃあこちらから見ていきますか、ね、はい、こちらジェルですかね。はい、ジェルですね。最短納期1ヶ月、嬉しい納期です。で、ベースの車両がカムロードということで、はい、こちら6人乗りの5名主審です。ベースの車両ついたカムロードディーゼルで走ります。 4WD フルタイムでお値段1078万円です。1000万超え来ました。高性能の断熱ということで書いてありますね。で、こちら外部充電で、こちらが収納スペース、外からもアクセスができます。で、こちらに室外機が入っておりますので、中クーラーがね、しっかり使えるようになっているんじゃないでしょうか。で、こちら後ろから入っていくリアゲートのタイプです。ジェルはここね、横がガバって出てきて、うん、ここに濡れ物とか汚れ物とか入れられるようになってます。大きいですし、しかもね、明るく使います。ではジェル入っていきたいと思います。はい、はい、入ったところがキッチンになっています。こんな感じでシンクと2口コンロがあります。間接照明がいいですね。ね、いいですね。で、1個だけ開けてみますと、はい、こんな感じでね、収納があって3段ですね、はい、だんだんだんと続いています。2口ガスにシンク、はい、マルチトイレ、シャワールームになっています。窓もついていますね。洗面もあります。はい、はい、で、この上の部分が嬉しい冷蔵庫、ここにあると出し入れがしやすい。で、こちらが冷凍庫の部分です。で、下は収納になっています。こんな感じで、はい、ダンパーついていますね。ここにもね、パカってスペースがあるんですね。はい、外からもアクセスできるようなゴミとかね、入れるところにちょうどいい感じです、うん、ここめちゃくちゃかっこよくないですか。バンテックさんのおしゃれ感がすごい秀逸ですね。で、このリビングスペースが、4人こちらに座れて、さらにこちらにもうたくさん3人ぐらい、4人以上もなんかみんなで囲めるよっていう感じの広いリビングスペースがいいです。で、こちらに、クーラー、エアコンが入っています。で、ここまでね、引き出せるようなバンクベッド、ウォークスルーもできますし、あとこちらに収納もついてます。1000万超えっていうね、高級な内装です。うん、はい、こちら、ジル520です。はい、こちらね、520は全長の長さですね、516cmになっております。乗車定員が6名で、就寝定員が5名です。ベースの車両がトヨタカムロードディーゼルで走ります。4駆のフルタイム、お値段1087万円です。はい、はい、このね、幅が5m20に抑えてあるっていうのがこちらの特徴です。で、しっかり外部充電ができるようになっていて、大きな窓がボンとあって、こちら室外機もあります。はい、やっぱりバンテックさんもいいですね。あ、で、これですね、引き出す収納、外の収納なの で、お水をね、あそこから排水できるので、ちょっと汚いものを入れてもさっと洗うことができます。で、ラゲッジルームもしっかりあるタイプです。サイドアーニングもね、出ますね。これはいい感じ。はい、じゃあ中見てみましょう。はい、ジル520、中入らせていただきます。じゃじゃーん、あ、やっぱり広い、明るい、いいな、高級です。うん、高級、すごい素敵ですね。で、後ろがベッド展開、今ね、ちょうど跳ね上げ式になっていて、2段ベッドなんですが、今上の段を上げてる状態です。もうね、すごいゆったりになってます。で、こちら側がキッチンですね。で、レンと、はい、常設で2口コンロ、そしてしっかりとしたお水ということで、これもね、50リッターのタンクとグレータンク70リッターあるそうです。で、これもね、85リットルの大きな冷蔵庫です。嬉しい。はい、で、こちらにはこんな感じで静かに開くのがいいよね。そう、収納が 1,2,3、 そして静かに閉まります、うん、はい。で、上にもね、こんな感じでダンパー付き
きのものが1、2個あります。で、よいしょ、ごめんなさい、下ここ引き出すと、この縦型の収納もすごく嬉しいです。これ大好き。はい、でクローゼットがねついているのも嬉しいです。はい、こんな感じでクローゼットもあります。で反対側を拝見しますと、マルチルームですかね。トイレ&シャワールーム、収納があって鏡張りで、トイレシャワーもあります。はい、すごい素敵。鏡ね、ここにもあるんですよね。入ってきてすぐのところにも姿見た。あ、本当だ、なんか高級感がありますね。はい、で、あのね、こちら側にここにエアコンが、はい、家庭用エアコンちゃんとね、目隠しされてます。嬉しい、そこも嬉しい。ちょっとリビングダイニングがあって、窓も広いし、バンクベッドも広々と、はい、背が高いですね。高いですね。ここまで出てきます。うん、でちゃんとカーテンで仕切ることもできます。はい、であとウォークスルー、はい、そして小棚もあります。でここにテレビモニターつけることもできます。みるみるランド、はい、バンテックさんの新しい車両をご紹介したいと思います。コルトバンクスの S っていうね、この S 光ってるんですけど、はい、この S っていうタイプ新しく出たよってことで、ここになんか新モデルって書いてありますね。新モデル780万。なんと、もともとバンテックさんって言ったらなんかもう1000万近いのが当たり前だけど、780万っていう価格帯で新しいのが出てきました。で、もともとのものよりも100万以上ね、お値段が安くなっている、理由も後でご説明させてもらいたいと思います。 S シリーズです。はい、嬉しいですね。やっぱりね、高級ですごい素敵だけど、お値段高いよね。でもなんか素敵だなって思ってる方に間口を広げたというね、モデルになっております。外観は特に変わりはないですね。外観はね、そのままの高級感漂ってる形ですね。で、しっかりとしたこちらはゲージルームもあります。はい、でこちらにあるのがタンクです。お水のタンク20リットルです。ここがマルチルーム、はい、窓もついたマルチルームです。下は防水になってますのでね、こちら濡れたものも置けるようになっています。で、ちゃんと外部電源取り入れ口と、あとバンクベッドにも窓がついております。生産の納期が5ヶ月です。はい、はい、バンテックさんのコルドバンクス S ライトブラウンというモデルです。乗車定員が5名、あ、すいません、乗車定員が6名、就寝定員が5名です。ベースの車両はトヨタカメロード系で走ります。4ノベルディフルタイムで、お値段が887万円です。で、この辺ですね、オプション設定。そう、オプション設定がね、多彩になってきているということです。で、特にエアコンとか使わないこう、はい、北海道の方とかにはもともとはついていたものしかご用意してなかったので、そこら辺を、ね、も選べるようになったということですね。で、ちょっと入っていきたいと思います。あと、このドアとかもちょっとシンプルな素材を今回使っているということで、はい、でもやっぱりこの広さすごいですね、はい、空間がいいです。中はもう普通のね、高級キャブコンと変わらない。はい、でどの辺が変わったかってことなんですけど、はい、まずさっきも今キッチンがね変わったよっていうのを教えてくれました。もう一回、はい、はい、キッチンがね変わったよっていうのを教えてくれました。前はですね、大きめのシンクと、あとコンロもついていたんですが、コンロを省いて使いたい方はよいしょ、こちらに、はい、薄いね、こちらのガスを使ってカセットコンロを使って調理してくださいという形にしたそうです。やっぱりね、あのお客様の中でもキッチン使わないという方が多かったということなので、うん、ここを簡素化することによってお値段はね、もっと手の届きやすい形にしたいということで、あとタンクももともと50リットルの大きいタンクがこの中に入ってたんですが、グレータンクも外してあげることによって、そこのね部分お値段安くする代わりに、20リッターのタンクを1個ずつ整排水、しっかりねここでキッチンとして使えるんですが、そういう風にしたんですよっていうのを教えてもらいました。うん、
であとこちらですね、今はこちらついてるんですけれどもオプションです、はい、でやっぱり北海道とかだといらないよねっていうお客様の声が結構あったそうなので、ただ前はもう標準でついてしまってたので取って安くするっていうことができなかったんですが、もともとないモデルなので必要な方だけ、つけるという形にした方が安く提供できるなということで工夫をされたということです。あと FF ヒーターとかもね、そうですね、はい、オプションになってます。だから最初いらないよって人は安く買えると、はい、そうですね。でも本当にこちらね、あの2段ベッドとかもしっかりしてますし、あとこのマルチルーム、さっきも外からも言いましたけどありますし、はい、はい、非常にねいい感じです。あとバッテリーもね、あ、そうですね、3つ使ってたのをシングルにして必要な人には増やしますっていう形にしたりとかするっていうことで、もう最初の設定をできるだけミニマムにしてあげて必要なものを増やしていくっていうスタイルに、こちらのねバンクスのコルトバンクス S シリーズはなっているそうです。はい、じゃあちょっと一回ここも開けてみましょうか。このねもうすごい高級なんですよ普通に、うん、いい感じです。はい、収納もしっかりできるようになっています。窓もねすごく広いですし、ボディ化してるから積み目がないタイプですから、はい、リビングダイニングも広々してます。うん、で天板もすごいいい感じ、5人でテーブル囲んで食事ができます。で窓も広いですし、バンクベッドもね広々してます。ドーンってここまで、おでこの高さもありますし窓も両側についてるから、寝心地いいと思います。はい、フォークスルームもねちゃんとできていい感じです。フォークスルームもねしやすいし、ここにもねちょっとした棚があって、うんうん、リモコンとかも置いとけるスペースもあります。ありますね。はい、でこちらは普通のコルトバンクス、はい、こちらね普通のコルトバンクスのダークブラウンのタイプです。やっぱりお値段違いますよね、はい、こちら952万円ということです。これはもうだからね、もうついてないんですよね最初からね。はいね、いろんなものがついているということでこの値段になってます、はい、高級です。6人乗りの5人出身トヨタカメロードがベースの車両でディーゼル設定になっております。最短納期が1ヶ月です。で中はもう一緒ですね、コルトバンクス。はい、そうですね、コルトバンクス一緒です。ここもね、2段ベッドになっています。ただねここにタンクがないんですよ。さっきここにね20リッターのタンクが置いてあったんですけど、それはないです。これはあの中にタンクがあるタイプです。ちょっとじゃあさらっと中見てみますか。はい、はい、ではコルトバンクスお邪魔したいと思います。うんうん、ああ本当本当、ここですね、はい、さっきはこのシンクがシンプルにシンクだけだったのが、シンクちゃんと欲しいって人はこういうのも選べますよ。そうそうそう、選べますよ。ちょっと高くなるけどってことですね。そう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 、だけどこちらにはもうガスもついていますし、うん、で50リッターのタンクがこの下に入っていて、グレータンクも70リッターのものがご用意されているそうです。そこら辺がね違いますね。あとはほとんど一緒かな。そうですね、あとここ冷蔵庫がしっかり大きいのが入ってます、うん、さっきはここなんか入ってましたっけ。はい、そんな感じです。ここの中、はい、こんな感じですね。マルチルーム、マルチルームねしっかりありますね。はい、ではこちら、はい、こちらコルトリーブスを拝見していきます。こちらもねブランオークというバージョンになっています。6人乗りの5人出身でトヨタカメロードがベースでディーゼルで走ります。お値段917万円です。はい、はい、コルドバンクスからコルドリーブスに移ってきました。こちら後ろからね入っていくリアゲートのタイプです。だからね窓もこちら側がすごい大きいんですよね。これも特徴ですね。で後ろはね特にねここちょびっとだけ空いてるだけで、大きなラゲッジルームとかはないタイプです。ただこう入っていくときに、はい、お水でね入っていっても平気なようにここまで全部防水になっているのが大きな特徴です。でこのままマルチルームまで行けるんですよね。そう、タタタタタっていう形で、はい、はい、マルチルームまでトイレルームまで行けてしまいます。はい、はい、でこちらの入ってすぐのところがキッチンのスペースになっていて、調理台でさっきの、ね、後ろから見たところにアクセスできるようになっています。で今こちら側開けてみますと、
こんな感じでね、やっぱりこれは常備常設で大きなシンクと2つ口コンロがきちんとある感じです。で下の方に収納スペースがありますよ。はい、ありますね。で、ここは収納かな。そうですね、この辺はね収納がこんな感じでしっかりしているのと、あとこちらクローゼットもあります。でやっぱり後ろから入っていくタイプはこのね大きなリビングルームが素晴らしいと思います。でちゃんと家庭用エアコンも常設でついていて標準でついています。でこちら引き出すと、そっか、これをねパタンって両側から跳ね上げ式なんですね。そう、跳ね上げ式ですね。ここがねパンパンって真ん中に下ろします。パンパンって下ろしてあげて、これを引いてあげるとここまでしっかりベッドになるので、結構高さがあるベッド、奥行きもあるベッドになります。3人ぐらいね触れそうな感じです。はい、あと後ろこの辺にも小物入れとか常備収納とかがあって、いいですね。